どうも、食の贅沢のはるかです。今回はですね、市場直伝のこのメロンのおすすめの食べ方、保存法、これを実際に試してみたいと思います。で、このメロン、実は僕ある市場に行った時に、このメロン少し売れちゃったから安くしてあげるよということで、実はすごくいい値段で買えたんですね。で、このメロンは少し売れちゃったっていうのもありますし、メロン自体保存が少し効きにくい、そんな時に役立つ保存法、かつ美味しく食べれる方法、それを市場の方から教えてもらったんですね。ただこの方法を僕市場の方から教えてもらった時にちょっと思ったこととしては、これマジ正直本当ですかとちょっと思ってしまった面もあるので、今回はメロンのおすすめの食べ方、保存法、初見で実際に試してみたいと思います。はい、ではメロンのおすすめの食べ方、それを実際に行います。で、そのおすすめの食べ方は、このメロン、このメロンを皮ごとまるっとそのまま冷凍庫に入れます。で、冷凍庫に入れることによって保存も効きますし、で、皮ごと入れることで冷凍庫独特の匂いもこの皮が防御してくれるので美味しい状態になる、そんなメリットがあります。ただこれ僕一つ疑問に思ったことがありまして、冷凍したとしてこれ切れるの？で、聞いたんですよ。冷凍した後これ切れるんですか？そしたらお店の方が、切れるよ。本当かよとすごいなので、実際にその味すごい美味しくなるっていう話なので、味の確認もしつつ、実際に調理できるのか、そこも確認というか試してみたいと思います。よし、では冷凍庫にメロンを入れていきます。よいしょ、いってらっしゃい。よいしょ。では待ち。はい、ではこのメロン冷やし終わりました。で、硬さはかなり硬いです。ではメロンを実際に切っていきます。これ無理じゃない？いきます。あ、嘘。おお、すっごい簡単。ちょっと本当にびっくりしました。これネタじゃないですよ。すごい楽。じゃあこのメロンも切っていっちゃいましょう。多分これを普通に、よいしょ。あ、意外と楽だ。で、見た目は結構シャーベットな雰囲気がしていますね。では次、種を取り除きます。おっと、あ、でもそんなに取りづらくないですね。意外とあっさり。で、あと市場の方からもう一つ聞いたことなんですけど、何でもこのメロンの冷凍法、有名店のパフェなどで使われる方法らしくて、パフェのところに果物ゴロゴロ乗ってる、そのゴロゴロの一つがこの冷凍メロンみたいな。なので、そのパフェっぽくちょっとサイド目に切れればいいかなと思うので、これこのまんまいけんのかな。あー、いけるいける。おー、意外と切れますね。ちょっと難しいけど、いいよ。で、あとはこれでいいのかな。ってすると、おそらくこういう感じにかなり綺麗に切ることができました。ただこの切り方ちょっと考えてみるとあれですね、回転寿司の150円メロンの切り方ですね。で、あとは味、これがどうなのか正直見当もつかないので、実際にレビューしたいと思います。
では実際に味見してみたいと思います。ということでいただきます。いやどうなんでしょうねいただきます。おおあーなるほどね噛んだ瞬間に崩れる。なのでアイスのような硬さではなくてかなり食べやすい、噛んでほろっといくシャーベットみたいな。いや本当にこれあれですね、だってごめんなさい今度お礼言いに行こう。うまっ。ということで今回は市場の方に教えてもらったメロンのおすすめの食べ方、保存法、これを試してみました。なんか正直僕のこのリアクションがそのやらせっぽく見えてしまうのがどうしても否めないくらい、意外と簡単に切れて、で噛んだ瞬間ほろっといく、やっぱりその試してみるもんだなというか、まあ、これからどんどんメロンの季節が来るということで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということでこの動画をいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。